萩原京平 VS 平本蓮。青コーナー173センチ67.80キロ、平本蓮。赤コーナー178センチ68.00キロ、萩原この試合は、ライジン MMA リーグ各ラウンド本の3ラウンド制度で行われます。なお、この試合は、両者が合意したため、頭部顔面への肘による攻撃が認められた肘割りルートとなります。まっすぐ、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 
ラウンドしてやる、ラウンドしてやる、もう一回、もう一回、それいい、それ続けて、無理中、無理中、逃げて、逃げて、逃げて、逃げる相手の方向け、膝気をつけて、膝気をつけて、そうそうそう、立って立って、無理やり立ってくよ、膝気をつけて ハゲー終わらー。
希望のマッチが想定されます。続きまして、株式会社トレーナーズマーケット様よりこれのシャンパンが贈られます。なんか弱いもん下がいい地面したみたいで、あんまり嬉しくないですね。まあ平本君、試合前から散々盛り上げてくれてありがとう。全部いただきます。まあまあ平本君もね、アマチュアシュートからやり直した方がいいよ。そんな甘くないからね、めいめい。まあ今回また大勢の皆さん、会場まで応援駆けつけてくれてありがとうございます。もう皆さんのサポートが僕を強くしてくれてるんで、これからもまたよろしくお願いします。で、まあ、今日、フェザー級の、面白い試合が後半に組まれてるんですけど、まあ、今一番日本格闘技界でノリに乗ってる YouTuber 朝倉兄貴、平本君が俺に勝ったら試合するって、まあ、言ってたみたいなんですけど、まあ、俺が勝ったから次の対戦相手は俺でしょう。まあ、来年そこも倒して絶対フェザー級のベルト取るんで、皆さん応援しててくださいね。今日はありがとうございました。最高の年迎えれます。